ギガ連射。さあ、やれるタイミングでやっていこう。グレープの弁当ない。もうわからん。何もわからんよ。どんなゲームか全くわからん。まずはあらすじから。おもむろにあらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、お弁当屋さんでアルバイトを始めた驚異の無表情キャラ、グレープ。続々とやってくるお客さんにホックホクのお弁当を渡してあげようと思ったら、あれれ、お弁当の中身が混ざっちゃった。マウスクリックで中身を入れ替えて、綺麗に盛り付け直そう。なんかね、9って数字を見た瞬間に、これ野球のゲーム関係あるかなと思ったけど、関係なさそうですね。野球要素なし。一応、ヒントメイトものを見てみますか。ヒントメイトものを見てみますか。このゲームのコツ、必ずワンクリックで入れ替えられるようになっているので、慌ててクリックする前によくパネルを確認。うるせえ。役に立たん。クターのゲームのコツは役に立たん。やっていきます。まずはランキングから。やっていきますとか言いながら、まずはランキング。おっと、見かけない人が1位取ってる。HYTBS、ヒューティス。フガシ、オブホ、ゲセヌ、ST ホワイト、ノリアップル。ほう、ST ブラック、ミユキ。なるほどね。なんかランカーみたいな名前があまり上に見かけない。まあ、ST ホワイトをここに言うっていう感じなんですけども。ふむふむふむって感じですね。へぇー。何のゲームかですげえ猛威を振るってた。だから、例えば、なゆにとかさ、夜とかさ、村上亮太とかさ、そういった人たちってさ、他のゲームに手出さない人いるね。このゲームは俺が1位を取るみたいな。そう、そういう、パパクターの人もあれだったな。ツイッターでフォローしてくれたパパクターの人も、パパクターのゲームで1位を取ることに情熱を持ってた。やっぱ一つのゲームで。一瞬で把握するにはなかなかだぞ。はぁ、いやいやいや、わからんて。違うね。ああ、難しいですな。ワンクリックで。どうすんだっけ。クリックする箇所は、クリックする箇所は、まあ、9箇所だから、9分の1の確率で当たるんだけど、どっかおっしゃるでしょ。こうだよ。これは分かった。違う。まだちょっと、どう変わってるのか、あんまりイメージできてないところがある。クリックしたところの色は変わらずに、その周囲の色が反転する。っていう、たった一つのルール。毎回日の丸弁当ってわけでもないね。オッケー。わかってきた。わかってきたかな。これ完全に逆転でしょ。そうですね。こういうのは結構ややこしいね。こっちじゃない？よし。全部。こうか。こうだね。全部。こうだね。三色は難しいよ。こうかな。違う。よ、危な。よし。これは早い。あ、違うんだよ。ダメだ。右上だったかな。右上だね。熱くなるゲームじゃねえ、これは。そんな熱くなるゲームじゃねえ。ここか。違うね。わからん。これは。これはわからん。
あ、上かな？上かな？上じゃないな。いやー、パターン覚えきってしまえばもうそれだけの話なんだけど。こういうパターンがわからんのよな。こういうパターンがわからんのよな。ダメだダメだダメだ。こういうパターンが全然頭の中で処理しきれない。あ、今これ、俺と同じ色。よし、これラストにしよう。よいしょ。違うんだよ。右上なんだよ。これはここ、これはわかる。難しいね。あ、左上だ。ここまでにしよっか。ここまでにしよっか。いやー、うまい人がうまいのもわかるな。これはパターン覚えたら、ある程度こう、その盤面、海苔の盤面、弁当の盤面見た瞬間に、あ、これはこうだ、これはこうだって感じ。シュ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 って。そういうのはすごい楽しいかもしれない。上位のこの、せめぎ合いは、すごい楽しいかもしれないけど。いやー、今回ここまでしようか。はい。これは面白いと思います。ハマれば結構面白いと思う。この上位争いは結構、熾烈で楽しいと思います。クタの弁当9でした。今日はこの辺で。